今日のキーワードは情報格差デジタルディバイド世界ですね、うん、いい発音です、はい、もう一回言ってくれますか。いえいえそちらどうぞ正式発音どうぞ。 So, The Digital Divide、うん、先生その言葉聞いたことありますか。デジタルはもうよく聞きますよね。デジタル、そう、あのコンピューターの関係のことですね、はい、デジタル、デジタル、アナログの反対でしょ。そうです、うん、先生はアナログの正解。僕アナロガーですもん。その話は面白くなりなさそうになりそうですけど、はい、あの反対ですから先生と。ディバイドはあんまり聞かないです。デジタルディバイド、そうだ、情報格差ですけど、うんうんうん、ディバイドは分けるの意味です。そう、あの何分けるのですか。まあ社会的には、うん、まあ数学的にはディバイドは分けるの。例えば4 divided by 2 is 2のことですけど、はい、そのディバイドの意味もありますけど、でも社会的にはディバイドもあります。例えばジェンダーディバイド、あの男性女性の分けるの世界も時々ありますけど、あとレーショルディバイドの白人と黒人の違うの世界、レーショルディバイドもありますけども、でまあ、いろいろことをつなげてますけど、でも、うん、レースかジェンダー考えてどうやって違うですか、どうやって違うの世界、どうやって人生が違うとか性格がどうやって違うのこともつなげてます、うん、分けるようなことですね、うん、カテゴリーの。じゃあ情報をこう分ける、情報で分けるようなことですけど、どういうこと。あとで詳しく質問で聞きたいと思います、はいはい、それは先生よく分かりますですけども、はい、答えは分かるアナログの話ですけど、はいはい、あの今まではインターネットゼロ使ったことありましたら、はい、なんかインターネット全然分からなかった、はい、が今の性格がどうやって違うだと思いますか。全然違うですか、インターネットを使ってる、もし if ね、うん、使ってる時と使ってない時で、うん、どう自分が変わってるのか。そう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 、ああなるほど。僕はね30歳までほぼパソコン使ってないんですよ。そう、そうですね、はい、前に聞いてましたけど、はい、それが面白いだと思います。まああえて使ってないんですけどね、使えないんじゃなくて使わないんですけど、うんうんうん、でその時は良かったのはこう情報が入ると一番こう最適な最適な、まあ、ベストなベターなベターかなよりベターな選択をするわけですよね、情報があるから。だから20代の時にそれをしなかったっていうのは良かったなと思ってますよ。あの非効率なことをしてたので、まあ人からは変わってるねというふうによく言われるんですけど、まあよくじゃないな、たまにですけどね言われるんですけど、情報をあまり入れなかったことによって、まあ自分のやりたいことができたっていうのが。で一方で30以降はネットを使い出したので、できるだけあのやっぱりね、あの非効率なことはしたくないので、できるだけ最適な、まあ、ベターなこう判断をしていくわけですよ。先生その話聞いてましたら、はい、あの他の話が思い出しました、うんうん、何を、あのアフリカの子供、はい、の天才の男の子がいまして、はい、でもそのなんか村で住んでました、はい、でもその村が電気もなかった。あ、そう、うん、あ、アフリカね、アフリカの村で、でもインターネットも全然わからなかった、はいはい、使ったことないから、パソコンも全然わからないとか、はい、電気もないですけど、うん、でもそのあれね、本当にね、あの水を桶に入れて頭に置いて歩いてますからねいや本当に本当にあ本当にいるなと思ってびっくりしたんだけど、うん、でごめんなさい。あ、でもその男の子が、はい、あの風で電気作れるの機械作りました、はい、なぜあの自分で考えて作った、なぜなぜあの自分でなんかあの電気なんかどこかなんか見てましたけど、なんか電気が必要と考えて、はいはいはい、なんかな何もわからないってなんか考えて作ってましたけど、多分本1歳ぐらい一冊ぐらいがだけありそうでしたけど、ね、図書館もなかったんですけど、でもすごい天才と思ったから、みんなそれを見たらインターネット使えないとか、はいはい、で
アメリカに聞いてなんか奨学金もら、うん、あげて、はいはいはい、なんかそのことなんでもすごいその男の子が怒った。なぜ？あのインターネットが、うん、分かったら、うん、だいぶだいぶ前にもっと簡単だったと。うんうん、それはそうでしょうね。でも違うんですね。周りからするとインターネットができないのに作れるっていうことがすごいなって思ってるんでしょ。うん、そうそうそう。だからアメリカ来たらもっとすごいことやっていくんじゃないかと。うんうん、でもその子はもっと最近に知らせろよと。そうそう。怒ったわけですね。そうだ、あのちゃんとインターネットがあったら、うん、もう今の最新の機械が作れる可能性があるかなと、あの意見出しましたけど、でも先生の同じことですよ、はい、あの30歳まであまりインターネット使ったね、はいはい、自分のことを考えることもできるけど、そう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 、まあね、もっと良い人生やったかもしれないけどね。でもまあ僕は別にいいかなとは思ってるんですけどね。でも先生の場合には日本に育ちました、はい、アフリカはその男の方は回ってる人もネットが使ってないですけどはい、はい、でも先生の、ま、回ってる人はネット使ってる。もちろん使ってますよ。でもその人からインターネットからそう、なんていうセカンドハンドの情報がもらったと思いますけど、うん、今はね、あのあれなんですよ、僕はニュースを見ないんですよ。ニュース、うん、テレビ見ないし、私も見ないです。でもね、周りの人みんな見てるし、それなりの各専門分野の専門家じゃないですか、うんうん、だから全部入ってくるんですよねああなるほどって。それも結構いい情報だけ入れてくれるんで、だから今いい環境かなとは思ってますけど、誰もいなくなったら、まあ、ニュースでも見ようかなとは思いますけどね。そうです。キーワードちょっと戻りたいと思いますけど、はい、デジタルディバイド、はい、情報格差、うん、そう、今のアフリカの話のありましたけど、はい、ネット情報があまり検索できないとか、インターネット使えないとか、はい、情報あまりないの世界と、はいはい、例えば日本の場合にはみんなインターネットをつなげる、はいはい、みんなスマホを持てるとか、なんか調べたいけどすぐ調べるの、うん、情報がアクセスは良いです、はい、それ分けるのことは違うの人生になってしまうの、うんうん、ディバイドの若さの話になります、なるほどね、特にまあ若い時にね、そういう風になってくると就職先とか、うんうんうん、そういうところにもなるし、自分が何やりたいのかとかね、うんうんうん、そういうのもなってきますからね、うんうんうん、先生、あ、そういうのがディバイドか、うん、なるほど。それちょっとこれなんか情報が、はい、読んでくれませんか。じゃあいつものフリー百科事典ウィキペディアから。そうそうそうそれは情報デジタルディバイドのまあ、デジタルディバイド、情報格差とは、都市部と地方間における放送通信の情報量やサービスの垣根に差があること、まあ、都市部と地方でね、うんうん、差があるっていうことがまず一つと、IT 技術、情報技術の使いこなせるものと使いこなせないものの間に格差が生じる、これもディバイドですね。そうです、うん、示すと、特に情報技術を使えていない、あるいは取り入れられる情報量の少ない人々、または放送通信のサービスを都市部と同水準で受けられない地域及び住民のことを情報弱者とも呼ばれているということで、まあ、先ほど出てきたアフリカなんかは結構かなり情報先進国との情報格差というのが激しいというのがここで書かれてますね。そうですね。そのデジタルディバイドの話は、うん、あのエコノミックディバイドの関係が強いです。経済格差ですね、うんうん、そう、あの、まあ、先生よくの例使いたいと思いますけど、はい、30歳までね、はいはいはい、たまに使ってないと、その考え方ありましたら多分それの陰で、そのせいで分かんないですけど、はい、今でもガラケーの携帯使ってる、ね、ガラケー使ってますね。電話は電話だけでいいという考え、うん、もう先のことがありますけど、このラジオの前になんか、あ、はいはいはい、職場から、そう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 、僕はね、あの、まあ、ガラケーガラケーって言われてますけど、 iPad は使ってるんですよね、うんうんうん、で仕事でも全部 iPad で情報入ってるんで、まあ、あのスマホとほとんど変わらないんですけど、考え方ですよね、うんうん、基本的に考え方がこの、あの、もともとずっと デジタルを優先してきてないので、うん、あの大学にいる時も研究室、あのコンコンってやって、うん、直接お邪魔しますって話しに行くしさっきなんかは、あの、情報欲しいから、あの、まあ、中尾先生なんですけど、うん、中尾先生にこの田舎旅行支援のことをね、
なんか情報が欲しいですけど、先生の最初の考え方は電話しよう。でも電話しよう。私はその電話しながら私ネットで調べてました。そうそうそう。で僕は中尾先生から、うん、ホームページに載ってるよって言われて怒られた。まあまあそうかと思って。でその時には私をその情報を見せましたので、ね、調べてました。まあ、だからね調べようと思った時に先生エリック先生は。まあ、ホームページでね、うんまあ、ネットで調べようって、まあ、検索をすぐこう行くわけですね、うん、僕は聞いてみようっていうふうにね、うん、直接聞いてみようってなるからやっぱり、まあ、使える環境は一緒でも考え方が違いますよね、うん、特に今の若い子なんかはそうですね今の若いの人は、うん、Google 検索できないと、うん、なんか分からない何でも分からないそう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 何もねも頭が入ってないの状況もあります、うん、もういつでも調べるの可能性ありますのでそうなんですよね便利は便利なんですけどねうん、うん、そうですねでもそれインフォメーションと、はい、なんかパワーあります、うんうんうん、なんか毎日新聞読める人が全然読んでないの人が、うんうんうん、なんかその会社に入れてほしいとか会社勤めたいの方が、はいはい、やっぱり毎日新聞読んでる人がいいでしょうね、はい、でもねでも反対の意見ありますか確かに世の中で言われることは知ってるけど考えてるかどうかは別ですからね、うん、そうそうそうそれかんです嫌がりますもん、うん、じゃあそれについてなんか深くじゃあどういう考えってなると言うのはね言うんですよまあ言うのは言って上から目線になっちゃってるけどでもそれって結局情報、まあ、ニュースを喋ってるところのテレビだったり新聞だったりが言ってることを言ってるだけ で、うんそうですね、ちゃんと自分の意見が入れるとか香港のニュースと他の国のニュースを合わせて、うん、なんかトレンドとかそのことを考えるの方がいいですけどでもそれもいいですけど、はい、考えるは情報がないとまだ、うんうんなんかできなさそうなことがあります、まあね、前のアフリカの話がありましたけど、はい、その天才の子がインターネットアクセスありましたら、うんうん、なんか他のすごい素晴らしいの可能性になってましたけどまあねでもその子が電気を作ったんでしたっけ、うんうん、電気までは作れるけどその子が iPad 作れるようになるとは思わないんですよねあ、うん、そうかな、うん、But it comes down to information is power はいInformation is power. Information is power. So, で、経済も関係ありますけど、うん、例えばインターネットちゃんと使い方わかります。はい。インターネットアクセスよくあります。うん、だから仕事は見つける可能性が高くなります。そうですね。うん。仕事が見つけたら、まあ、ハイスピードインターネットのそのことは情報も変えるの可能性ありますとか、うんうんうん、それはもっといい仕事ね。そうですね。で収入もね、うん、増えるわけですから。ね、そうですね。反対の場合にありましたら、なんかインターネットあまり使い方わからない、はい、アクセスしにくい、うん、仕事は見つけにくいとか、そのスキルとかこともどんどんもらってないとか、はい、どんどん経済的にも悪くなっている可能性もあります。それは確かにおっしゃる通り、うん、だから国の今までの話ありますけど、はい、例えばアフリカと日本のデジタルディバイドの話なんかは全然違うの世界ですけど、うん、でも国の中もそのデジタルディバイドの話時々あります。なあ、さっき出てた都市部と農村の話なんかがそうですか、うん、そう、例えばアメリカの場合には、うん、まあ幅広いの国なので、うん、田舎の場所にネットをまだつなげれないの可能性の場所も、うんうんまあ、今でもあります、うんうんうんまあ、日本にも電波がないの場所を、まあ、見つけれると思いますですけど、うん、特に Wi-Fi とかね結構農村部の方でくるくるくるってなっておいおいってだそうですね。でもデジタルバイの情報が Google 検索必要の考え方は、はい、なんかなんていう道迷いしやすいの状況になってしまう、はいはいはい、そうですねもう研究とか観光とか、うんうんうん、教育とか、うん、そのデジタル場合の関係あると思います、うんうん、例えば先生の研究者ですけど、はい、デジタル場合の関係特にねこっちの福知山公立大学に来てからデジタルデバイトですね情報がやっぱりね論文とかがやっぱり、うんうんうん
要は前は名古屋にいたんで、そしたら他の大学もあるし、まあ、図書館もあるし、うんうん、まあ、アクセスも大学ができてたんですけど、こっち来たらやっぱりちょっと小さいので大学がね、うん、だからそこはやっぱりね、うんうん、感じてますよね。まあそうだ、あのインターネットアクセスだけではないけど、うん、なんか情報、例えば高いの情報なんか買えるとか、うん、もっといい論文書きたいのはなんか金かかるですけど、はいはい、その他の先生の論文のアクセスあまり、うん、まだ壁が多いですよ。その今ね、お金ピッて払ったらそれっていうわけじゃないですもんね、うん、そうですね。だから今までの図書館のそのことが手伝ってくれましたね、デジタルの場合ですけど、はい、あの未来には本を読めないということもありますけど、うんうん、インターネットアクセスするためには図書館まで行けるのことに になりそうの感じが、ね、うんうん、そうですね。とはあの教育の関係もあります。はい、どういったことですか？あの勉強したいの場合は、はい、先生その子最近そのことやってると思いますけど、アメリカの大学のエデックスの授業でまだ進んでますか？うん、あんまり進んでないあれはね、うん、一人はねなかなかあれなあの続かないですね。 あと今ちょっとね授業いっぱいあってちょっとそれ消化するのが大変だっていうのはあるんですけど、うん、でもまあ、e-learning とかそのことを、はい、勉強したいの場合には、うん、インターネットアクセス、ちゃんとインターネット使い方分かりましたら、なんかあと機械を買ったら、うん、まあ、勉強できる。そうですね。年、そのもっとあの深く勉強する、うん、その可能性もありましたら、うん、もうその前の経済の関係ありましたら、iPhone 買えないと、うん、インターネットあまり使い方分からないと、はい、まあ、新しい最新の情報も分からないと、なんか勉強の可能性があのそんなに高くないの状況になってます。うん、の Wi-Fi の関係です、はい、観光、うん、観光ですね。うん、あのデジタル Wi-Fi、例えばアフリカに観光しましたら、うん、なんかどこに行ったとか写真シェアしたいの場合には、うん、できにくいのことになります。うん、アフリカね。ただアフリカは大丈夫かな、何か、行ったら思ったんですけど、まあ、僕行ったの10年ぐらい前なんですけど、携帯を思った以上に使ってるんですよね、携帯電話はね。あれはもう電話線が引けないから、もう電話線固定電話に行く前にもう携帯に移ってて、でもあれも情報は情報ですからね、携帯電話も、うんうん、そうですね、あの距離が遠いので、うん、線があまりないとか、うん、そう線を引くことができない。だから光ファイバーはのデジタルデバイの話よくありますけど、うん、あの早いのインターネットのために光のケーブルが必要ですけども、うん、はいはい、あの日本でもケーブル、光ケーブルないの場所が、うん、まあ、ルーラルエリアも田舎の方のまだ多い、多すぎだと思います。それはアメリカの問題もあります。インフラストラクチャーのことがありますけど、最近はアメリカの田舎 あの町、うん、道路よりもインターネットファイバー欲しい、あのなるほどね、うん、なんかあの車の走るのよりも情報が早くインターネットが必要の意見があります。なんかエリック先生でしたっけ、あの今の現代の人たちが一番ストレスを感じるのは Wi-Fi がつながらないとき、バッテリーもなくなるとなくなりそうなのどうしようどうしようどうしようと感じる。あれは面白いですよねそれ、うん、それ毎年なんか学生その、あのアンケートやってます。 あれ学生のアンケートでした、うん、あれは面白いなと思って、で僕 iPad って結構バッテリー長いんですよね、うんうん、で電話はあのガラケーなんで、うん、充電で全然気にしないんですよ、うん、だからあのうろうろしてる人見ると、ああよかったと思ってね。私 50% になったらもうストレス始まる、ストレス感じる、まあ、そうですねそれがいいのか悪いのか分かんないけど、ああ時間的にはそろそろ終わりましょうか、ね、もうちょっと まとめてもらえますね。そしたら、まあ、デジタル場合は情報 is information is power、はい、ということは経済的につながることはありますけど、うん、情報を持ったらもういい、もっと情報
作れるとか、うん、社会的のいいことになります。情報がないの場合にはアクセスできないとはどんどん悪くの可能性にありますけど、うん、それでどんどん分ける層の状況がありますけど、今からどうしようのどうしようの考えなければならないのことがあります、うん、まあ結構ね今ね京都北部の方はそんなに都市部ではないのでね、やっぱりこの辺の問題って出てくると思いますから、まあ、また先生の似たようなキーワードがあるときにはまたね、話してもらえればなと思います、はい、お願いします。それでは今回はキーワード情報格差デジタルディバイドを中心にお送りしました。